いや、いい品がありそうな麹ですね。大好き、新潟チャンネル、チャンネル登録お願いします。さあ、新潟県の絶品を求めてやってきたのは村上市です。加工の仕方も村上城下町ならではなので、お腹が一回真ん中で止まってるんですけども、こういうことですね。そうですね、そこもやっぱり城下町村上としては切腹を連想させるということで、もう一般の方だと生焼きが怖いんで基本焼きすぎちゃうんですよね。私いつもそのパターンです。ちょうど、こんにちこんにちは。は。新潟県村上市の絶品なんでしょうか。新潟県村上市といえば、塩引き鮭となっております。こちらで。そうですね、私のもとで、製造販売しておる塩引き鮭をこちらの料理屋さんで美味しく調理していただいておりますので、ぜひ召し上がっていただきたい、いただきたいと思っております。ありがとうございます。こちらがその村上の塩引き鮭。そうですね、国産の北海道産の秋鮭なんですけども、9月の上旬、早い段階のものなので天然の秋鮭なんですけども、脂が乗ってると思います。内臓を取りまして、塩をすり込んで約1週間ほど冷蔵庫で寝かせます。それで一晩塩出し、水につけて塩を抜くんですね。そして、表面きれいに磨いて干し上げて出来上がり、話せばこれだけのことなんですけども、塩をたっぷりすり込んだものを抜いて干し上げることによって旨味がぐっと出てくるっていう、そこが一番の特徴です。では、いただいてもよろしいでしょうか。どうぞ召し上がってください。いただきます。食べ方とかっていうのはありますか？なんか上手な食べ方。いい魚にいい塩梅で出来上がっておりますので、この繊維に沿って箸を押してもらうと、一枚一枚バームクーヘンのように滑り落ちてくる。繊維に沿って。そうですね。よいしょ。よいしょ。んまり生きがいいか な。生きが良かった生きがいいから逃ね。げちゃう。本当、すごい生きの良さ。脂が乗ってるから滑っちゃう。そうですね、私その滑り具合を考えてなかったですね。では、いただきます。美味しい。旨味が詰まってますね。そうですね。噛むほどに味わいが増してくると思いますので。で、なんかちょうどいいこの塩加減が。ですよね。それが一番もう嬉しいなと思って、その塩梅と言いますかね、塩の梅と書いて塩梅っていい言葉があるなと思うんですけども、まさにそういった表現がぴったり合うお料理かなと思っております。ご飯でも、お酒とかでも何にでもぴったりですね。そうですね。焼きたてもちろん美味しいんですけども、冷めたものに日本酒っていうのはまたおつなもんいやー、そうですね。美味しい。美味しい。ありがとうございだって、こうちょっと触ると油がじゅわって染み出てくるんですよます。そうね。ですね。天然の秋鮭なので、養殖のいわゆるサーモンですとか、ああいったものとは全く油の質が違うので、そうなんですね。ギトギト油じゃなくて、さらっとした口の中でキレのいい油ですね。あと、やっぱりこの千鳥さんの焼き方がとてもいいので、魚のジューシーさが魚の汁を閉じ込めて焼いてくださるんで、より美味しく食べられてると思います。焼き方のコツなど、例えば家庭で焼く時のコツなどありますか？愛情を込めれば美味しくなると思います。愛情を込めれば。そっか。どうしても一般の方だと魚焼くのが生焼きが怖いんで基本焼きすぎちゃうんですよね。私いつもそのパターンです。なので、簡単にできるのは家庭用の焼き器を焼く前に一回温めてもらって、でそこに魚を入れて、で見ながら焼いて、もうちょっと焼きたいなというところで火を止めるんですね。そうすると余熱で火が入っていきますので、こういったジューシーな汁気の残った焼き魚ができるんです。怖がらずに火を止めてください。製造販売の方の生の声をお聞きしたいと思っておりまして。毎日食べてるんですけど、もう一回食べるってことですか？いいさじ加減ですね。美味しくしていただいてありがとうございます。いい塩引き鮭に、そしていい焼き方で食べたらもう最高ですね。
本当美味しい。はい、どんな風に、はい、皆さんに味わっていただきたいですか、この塩引き。村上の方はあの塩引き鮭の焼いたのは基本的に皮まで食べるのがルールなんですね。麹ですね、ここは。いや、ここはですね、はい、麹じゃなくてうちの弊社の3階の酒干し場なんですよ。あ、ちょっと待ってください、塩引き酒がずらっと、はい、うわー、もう圧巻ですね。ちょうど今日干し上げたので、はい、洗いたてですね、はい、じゃあ塩を抜いて干したばかり、はい、そうです。美しくずらっとこうやって並べられるんですね。そうですね、これからあの風にさらされて、あのどん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 旨味を増してくるところです。あの加工の仕方も村上城下町ならではなので、はい、あのお腹が一回真ん中で止まってるんですけども、はい、あ、こういうことですね。そうですね、はいはい、切腹を連想させるということでお腹はあえて一回止めてあります。あとこの大体この魚を干すときには頭にあの首をかけ、あの紐をかけて吊るすんですけども、はい、そうするとやっぱり首吊りを連想させてしまって、はい、縁起があまり良くないということで、うん、尻尾に紐をかけて下げるのがこの2つが村上流ですね。やはりあのお腹を1箇所ここを止めておくと、はい、あの製造側としましては作業効率的には良くはないんですけども、はい、でもやっぱりあの効率よりも歴史的な背景を重きを置くので、うん、こういった製造の方法でやっております。美味しい鮭を見分ける方法っていうのはありますか？あと、まあ顔が小さくて身があのふくよかの方がいい魚なんですね。ですので顔が小顔であること、はいはい、そしてあの背中の厚みがあるということ、はい、こちらではもうそういった鮭が揃ってるってことですもんね。そうですね、そのためにあの仕入れには気をつけておりますので、うん、あのいい品物ばかりを集めてやっておりますので、あのどの鮭を買っていただいてもあの外れがないように詰めております。